動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。リベリコ式でのやり取りを、終えて、春のダイヤ変更に臨んでいた赤田組。月鉄側では、御大鳥環状線の暁駅の、海洋、鴻宮より東に直通する列車の、増発など、さらに勢いの増すダイヤ変更を、迎えております。近鉄も名鉄も同日に、ダイヤ変更が行われ、両社では明暗が大きく分かれるものとなりました。当時では、近鉄のダイヤ変更初日、ドリフトの大舞台の奈良線の、階級を追跡しておりました。一見すると、2022年度から、変更がないと思われますが、実際は、奇妙な運用の変化が、背景にあったようです。また、この時に再び日本橋で、集会が開催される予定で、カオスな一日がまたまた展開される模様です。右上のピョンタプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。おい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 、カオスな一日が展開されると言われてるし、ディーン兄弟のせいやな。心当たりはいくらでもあるはずやで。俺のせいだとクソのキノコとかそれ以外に何があるというわけ。まあよくもこの月球の収録で言えるものね。これはイズマコのラッピング車両とかに作っとかないとな。ノーマルアットジンエイが帰ってきたら知らないぜ。どうしてこうなった、どうしてこうなった。今回も避けられないセリフのようだな。とりあえず、その件は集会で取り上げるとして、近鉄のダイヤ変更でカオスなことになってると聞いたけど、これが今回の阪神直通貫通の次で、折り返し時間に余裕を持たせるラメアみたいやな。近鉄奈良駅は4面4線の地下駅で、奈良線の終点やから折り返しの時間は5分あれば十分と思うてたけど、実際はそれでも厳しい部分があったみたいやな。再出庫も複数見られるしで、今回のダイヤでの所要編成の数は近鉄9編成、阪神3編成で、全体の数やと3対1の割合やな。近鉄側で阪神車両の停泊運用がある一方で、2022年度から近鉄車両の阪神停泊がなくなったから、その代わりとして大型の近鉄車両が大量発生してるという感じね。全体の筋だけ見ると14本やけど、そのうちの3本が阪神車両で、近鉄車両においても3638列車の筋が4132列車で、3834列車の筋が4332列車で、それぞれ再出庫3730列車筋の列車が近鉄奈良駅を出た次の階級で再出庫するんやわ。
車両の差し替えがある場合は、その二つの筋で起きると思われ、その日は重編成にも当たるんちゃうかな。あと、阪神の車両の空港が不要不可拡大しとるわな。加えて、一部の筋で日中に急行として、走るのも出てきてるな。これだけど、3638列車から753列車になるときに、奈良駅にして急行で折り返しできねえかと、思ったりするぜ。あと、リストには従来車両の、筋もあり、今回は重量編成が、3636列車で、走るんだな。数少ない関西の重量編成、大阪線も8連に短縮されたらしいしでな。そうやねんな。その代わり、早速やけど1420系とか、9020系と組んでやったで。これを見ると奈良線と南大阪線と、名古屋線が混ざっとるみたいに、見えるで。てか、大阪線で5820系と、9020系のコンビが、出たら、日光占いの判定が、難しくなってまうで。これをピーターと言っていいのか、よくわからないところだけどね。鶴橋のホーム柵は大阪線からつけるのか、奈良線でやろうと思ったら階級の、増発がいるな。休日みたいに翌朝になって、8連の編成を差し替えるとか、そういった立ち回りの予感がするぜ。むしろ奈良線だけ10連で、ホーム柵をつけそうやな。近鉄はロープ式とか公式しか、採用しないだろうな。京橋とか大トロとかで、見るホーム柵は、京阪なの舞台しかならないだろうな。初日から5825プラス9037は、まさにロケットスタートやで。大方の部分は2022年度と変わってないんだけど、それでもそこのシカチンが、奈良についてから最大時に、改装されていったぜ。そして、入れ替わるかのように、3638列車で、走ってたそこの編成が来たわけか。それがにゃと大きな動きを言うなら、ヒグマの産卵家の感想ウコメンだけの運用の過ぎか。そいつが変わっとるんやな。3連の客さん類列車から始まっていく。次、そいつが今度の運用で注意せなかん列車やな。あと、産卵時通号、真ん中の引き上げ線停泊やけど、あれも阪神直通多様の編成に変わってるで。しかしながら、3632列車もそうだし、阪神直通多様の編成に変わると、なんか、いまいち面白みがなくなっちまうな。どうしてこうなった？どうしてこうなった？9820系のせりゃな、日光占いでニコリン、日光どこが出てくるくらいやし。確かにその手の問題点は、目を、つむることができひんもんやで。次世代一般車が来た時なら、近鉄店内限定の条件で、ピーターを出せるけど、日光占いというものの、実際は5820系が、ロングシートの時でもピーターになっておるが。平日にも日光占いが始まった影響ではあるものの、休日ダイヤは依然としてクロスシートのモード限定でやってるよ。だから今は5803も日光の扱いになってるからね。そこはちゃんと判別してるみたい。今のところだとピーターが多数派みたいだぜ。うまくいったらループになってくれるかもな。だったらいいんだけどね。ちなみに大阪線の LC は1321列車から外されたせいやー。まあ後半では数回に行かせてもらおうか。何があるんやろうかな。おっと、音の木の3組目の特集か。俺らの言うくその木じゃないから問題ないぜ。ダメだぞ次郎くんとジミーくん、君たちのその発言はいただけないな。イズバコのラッピングたち、出番だよー。ジーン兄弟がまたクソの木って言ってるよー。ガオー。グラー。何を、やってんだー。ドラグーン。あかーん、全然やないか。とりあえず、今回の週刊の内容は、ステラとエンゲラについてやな。
リレリコシピレプリズムランが、哀れてたんやら。なんとも奇妙な話だったぜよ。だけど、あれでもエンジラを使える奴ららしい。やったら息が合うんやったら、こっちのパーティにぶち込んでおくといて。おいおい、カオスになっちまうじゃん。勘弁してくれよ。だからこっちに、来たのに。なんだなんだ、アーロンもプリズム団の一員だったのか。それも最高幹部にあたる役割を、務めてたんだぜよ。シュガーミントの危害が現地に、及んでてな。よりによってシュガーミントまで、僕たちに手を出すだなんて。むしろ音の木の2組目はセーラー服もあって、狙われやすい印象だぜ。5組目もかなりやべえぞ。古い仕切り中高団に、合わせて、明らかにセーラー服にこだわっとるし、それも月鉄界隈でセーラー服の、起用を取りやめた現況なんやわ。赤田組は女機械対策に、関しては、相当に厳格に徹底してるぜ。そこまでやるのかというレベルで、やり通す傾向が目立つようだ。女機械と同じ立ち回りは極力、立つように取り組んでるのさ。ところで、プリズム団は、リベリコ式で何を、したかったわけ？シュガーミントと対決してたのさ。しかしながら、奴らは大きく強化されてるぜ。栄養の鮎を抹消してから、まるで足かせが取れたかのようだったよ。なんとも不思議な話であったもの。やはり栄養の鮎はスケートスとか、UVそのものか。加えて、3月末でフェス2が終わることで、また何か影響が及ぶというのだろう。ウンベルマジックに失敗したとき、音の木の1組目がまたカナリアになると、言われているところ。プリズム団もこっちと同じくして、シュガーミントと戦ってるというなら、古い仕切り中高団についても、なんかわかるんじゃないかな。古い仕切り中高団とは？プリズム団はあいつらの姿も、存在も全く聞いたことがあらへんみたいやな。こっちの地元で暴れとる女機械の、メンツやな。鍵っ子もシュガーミントも同じ女機械なんやわ。赤田組ならなんとかいけるけど、俺らの方やとどうにもならへんちゅうにゃ。古い仕切り中高団を、倒せても、鍵っ子とシュガーミントが厳しいにゃって。やっぱり栄養の鮎はスペートスやわ。そいつのせいで鍵っ子とシュガーミント相手に、全然歯が立たへんかったんやもん。赤田組も抹消に苦労してたくらいやし。インブイとスペートスな、奴らの抹消はかなりと、困難を極めてたんやわ。それこそステラやあらへんと、被害くらくれても足らへんレベルやで。わー、終わったー。やからユニバースになったらよかったんやわ。やっぱ2回逮捕されたのが、足かせすぎたんか。やはりそのことがあってか、ノーマルアットにとって荷が重いものか。しかし、エンジラを発動できたのならは、容赦なくユニバースになってもらおうではないか。そう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 、エンジェラを発動できるバトラーは、ユニバースに限られるぜ。今のところは人ごと、対岸の火事っぽいんやけど、俺もマジでエンジェラを使える時が来るってあるんかいな。油断しない方がいいぜ、なんかの弾みで、うっかりエンジェラを発動することがあるかもしれないしで。先にディーン兄弟が使ってそうだけど、音の木の1組目をクソの木と、言うようではね。ノーマルアットよりも後回しにされるかもしれないかな、下手したら。ディーン兄弟も随分と、贅沢な暴言を言うもんやわ。何を言うか、1組目なんか、京都の花札屋に来ないで、散々いくつかのフェスを潰した挙句、スーパーサンタシップの時に、カナリアになっちまったくらいなんだぜ。それがほんまにカナリアに変身させられた原因なんやな。そうであらへんかったらマジで、やばいで、赤田組が嘘を、ついてたとかであり特変で。俺も断定してへんから、今のところはそこまで言ってへんで。それこそ、あいつらが京都の花札屋に、上陸して、平の正門の呪いを取り払ったらええ話やし、3組目ができたことを1組目ができしんとなったら、それこそまさに平の正門の呪いそのものやで。4組目もカナリアになる危険性が高いんでな。ましてや性格の面でも扱いづらい奴らやし。
へい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 、それでも鍵っ子に比べちゃ緩いもんやで。夢二の王子、そうなったらからには、他車線もしつけてもらおうやないの。条件に挑戦した時って他車線もしつける権限が出てくるのかな。それがマジの話なんや。アドコとマドリンを月鉄会長の後継に指名して、もしエンジェラを使えたらディーン兄弟にとって変わらんこともあらへんわな。なんか知らんけど思わぬチャンスが巡ってきたで。